はい、どうもタカポンなどのタカポンです。本日は2024年3月の13日、今回も住之江駅に来ております。今年の春は、ラピートのラッピング祭りというような感じで、現在3本の編成にラッピングがされております。後ろでお子さんがやばいやばいと言いながら、新しい車両を見ております。もう今見えておりますけど、2本のラッピング車両があります。そして今から通過するのが、ラピート号になります。今通過しているのは普通のラピート号になります。ワンチャン MOB ラピートとして、ラッピング車両3編成揃うかなと思いましたが、残念ながら、ノーマルが来てしまいました。ご覧いただいている、ラッピング車両は、セレッソ大阪とのコラボのラッピングになります。セレッソ大阪の、エンブレムが車体についております。あと選手のデザインなんかもついております。で、今見ていただいているのが今日、11時37分発が最初の列車となるラピートの大阪・関西万博、ラッピング車両となります。早速車両が動き出しておりますが、検索内でどういうような、動きをするのか、難波駅への、入線時間にはまだ時間が、ありますので、この後どういう動きをするのかちょっと見ていきたいと思います。実を言いますと、今住之江で撮影しておりますが、本当は、難波駅の方で、撮影をしようと思っておりました。出発式かなんかあるんかなと思ってたんですけど、セレッソの車両が見えてしまったので、この住之江で降りて撮影しております。先ほど、引き上げ線の方に行った車両、またこちらに戻ってきてますね。正面から見ると何かの正面中央部に白いステッカーらしきものと、下はミャクミャクだと思うんですが、貼ってありますね。白い方はちょっと後で確認したいと思います。今入ってきた線はこれセレッソの車両が止めてある線と同じところに入ってきてますね。これはどこまで近づくのかな。結構横並びで、横並びというか、縦列で近いところで取れそうですね。向かい合わせでいい感じで取れますね。車体番号を確認すると50701になってますので、編成はこれ 50501F の編成となりますね。白いステッカーの方ちょっと確認してみます。下は脈々で間違いなかったですね。上の方が関西万博のあのシンボルですね。車両は、運行前の、点検を行っております。扉の開閉をしておりますね。扉が閉まった時のカチャッという音がいいですね。再度、扉の点検をしているようです。サイドで思い出しましたけど、ラピートが、万博のラッピングするのはこれが2度目になりますね。1回目が、関西万博の誘致の時に、確か1回やってたと思います。当時の画像が出てきましたので、右下に貼っておきます。奥から来てるのは3000系ですね。今コンビランプが見えたんで、元仙北高速の、3000系の
改造されて50番台になった車両ですかね。このラピートの奥の線に入ってくる模様です。スカートがついてるのが特徴なんですかね。ベルらしきものが鳴ってますので、おそらくこれ出発していくのではないかと思います。時刻的にも、もうそろそろ入線時刻が近づいているので、おそらく出発でしょう。あ、動き出しました。さあ初運転に向けて、いよいよ出港です。この後難波から来る一番列車を、お隣の住吉大社駅から、狙いたいと思いますので、私も移動していきたいと思います。さあ一番列車が、小浜駅を抜けて住吉大社駅へとやってきました。通過信号を見て、お別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。